これこれ、久保のシュート。うん、これ三笘、ヒゲの人。あ、ヒゲの人。何がファールで何がファールじゃないか分かる？分かんないでしょ。うん、本当はすね蹴ったら、すね蹴ったらファール。うん、おっぱい揉んだらファール。そりゃそうだろうね。そう、スケベしたらファール。ああ、そういう、うん、この服こうやって掴んだらファール。あ、それもダメなの？そう、それもダメ。厳しいね。チンコタッチは OK。 え、そこだけいいの？チンコタッチぐらいな。タッチは OK。 おっぱいタッチも OK。 掴んだら握ったらダメ。そうそう、握ったら握るのダメ。うわー、古橋、推しの人じゃん。来たー、すごっ。いや、マジで嬉しい。イエーイ、イエーイ、やったー。うん、もういいや、もう絶対勝ったから、うん、さっきからね、あのね、肩がね、エロいんだよね。んそう、うん、肩がエロいから泣きたくなっちゃった。え、何？いいよ。なんで？なんで？え、なんで？いい？うん、なんで？今日はちょっと、今日ダメなの？うん、なんで？ダメ。どうしたの？今日はダメなの。え、なんか、いつもさ、なんか、そういう感じになっちゃうじゃん、自然と。うん、なってるなってるよ。そう、なるけど、ちょっとちゃんとしたいなって思ったりして。ちゃんとしたい、うん、何ちゃんとしたいって。え、なんか微妙な関係がこうズルズル続くじゃん。一回肩出すのやめれば。うん、いや、出してないよ別に。うん、微妙な関係って思ってたの？え、なんかそうじゃない、なんとも言えなくない？なんかまあそっか、いや普通に、うん、全然さ、楽しいしさ、一緒にいても、うん、結構会うじゃん、頻繁に。うん、でも別に付き合ってるとかではないじゃん。まあそうだね。うん、なんか付き合ってるのとそんな変わんない気もするから。うん、なんかどうかなって。うん、どういうこと？つまりどういうこと？え、つまり、いや、なんかそんなに状況的に変わんないから、うん、ちゃんと付き合うって感じにしてもいいのかなって。ああ、付き合いたいってこと？うん、うん、そんな彼女いらないんだよね。え、なんで？いや、なんか仕事忙しいって思うし、あんまその作る気分じゃない。うん、うん、でもなんかあれ、うん、いや、みなみのことは好きよ。うん、いや、嘘じゃない、マジで、マジで嘘じゃない。なんかその、好きだからこうやって時間取って会ってるし、うん、一緒にいたいって思うし、うん、なんかね、一緒にサッカー見るのも楽しいし、うん、って思うけど、なんかそういう彼女っていう感じでは今ないから、うん、うん、って感じ、うん、そう、でも好きだし一緒にいたいなとは思ってはいる。違いが難しいね。うん、だね。え、辛い？え、うん、いや、私はなんか私も好きだし、うん、付き合いたいなって思ってるから、うん、なんかこのままな感じはちょっとなって。じゃあ、うん、そこまで辛い思いさせてたんなら、なんかもう会うのやめた方がいいと思うな。やめよ、じゃあ。デートって嫌なんでしょ、この状況が。うん、うん、じゃあもうやめよ。普通に今日も帰った方がいいんじゃない？いや、うん、で、変わることとかもない？なんか今いらないって感じでしょ？うん、わかんない、マジで、マジでわかんない。今はいらない、そう、うん、この状況というか、この関係が一番なんか俺は好きなの。うん、うん、一緒にいたいと思ってるから、俺はね。だからまあ、任せるわ。え、任せる。うん、どうしたい？いや、このままも嫌だけど、うん、なんか会えなくなるのとかはちょっとなんかな、会わないとかは嫌かな。え、じゃあどうすんの？どうしようどうすんの？俺はこのままがいいけど。うん、ダメ、それじゃ。とりあえず、いいの？とりあえずこのまま。でいい？変わるかもしれないし。変わるかもしれない。わかんない。こうはマジでわかんないよ。ね、いいの？じゃあ。じゃあいいの？ね。そしていい？ね。